Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Captain Tsubasa Rise of New Champions. Im letzten Part haben wir hier das erste Freundschaftsspiel gegen die amerikanische Auswahl total in den Sand gesetzt. Wir haben das Spiel knallhart mit 3:0 verloren und wurden dazu noch richtig niedergemacht von dessen Spielern, die sich komplett lustig gemacht haben über uns. Währenddessen haben wir kurz danach dann das zweite Spiel hier gegen Deutschland begonnen. Ja, und bei diesem liegen wir jetzt auch deutlich mit 4:0 zurück. Und Karl-Heinz Schneider hat gerade sein viertes Tor erzielt, also wir sind eindeutig unterlegen. Es ist leider auch immer noch so, dass wir noch keine einzige Spielminute bisher hatten. Was natürlich auch ein bisschen Sinn macht, weil wir sind ein Frischling, wenn man so will, und wir vertreten Japan. Dementsprechend werden da auch immer die Besten spielen. Ist zwar ein bisschen schade, dass wir bisher noch nichts leisten konnten. Das heißt auch noch nicht spielen konnten, weil alles, was bisher kam, waren vom Prinzip her Sequenzen. Aber ich hoffe natürlich immer noch und ja, wünsche mir natürlich noch, dass wir noch zum Zug kommen, beziehungsweise noch spielen können hier. Weil da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Schauen wir jetzt einfach mal, vielleicht passiert wirklich noch was. Der hat jetzt gerade einen Hattrick geschossen.慣れないボランチであれだけできるんだからさすがだ。任された でかい声で言うことかよ。やっぱり無駄に人です。さっきのファイアーショットだけどよ。前よ威力が上がってないか。気づいたか。そりゃそうよ。ちっちゃい頃からお前さんのシュートは何千本と見てるんだぜ。ハンブルクでヨーロッパナンバーワンは取れたが、世界を取るためにはファイアーショットもパワーアップが必要だからな。皆さん、お疲れ様。 お疲れ。シュナイダーさん、どうです？俺のパス、いいパスだったでしょ？あ、まあ俺がシュートしても良かったんですけどね。シュナイダーさんの方がちょっとだけシュートがうまいんで、ほんのちょっとだけね。シュナイダーさんのプレースタイル、シュナイダーさんのお父さんに似てますよね。父さん？ シュナイダーさんのお父さん、ハンブルクのスター選手だったじゃないですか。ちっちゃい頃よーく見てたんですよ。だから、スペースへの出方とか、パスの受け方とか、シュートのタイミングとかもそっくりだなーって思って。確かに、似てるかもしれない。俺は父さんからサッカーを教わったからな。やっぱり！ですよね！俺、合宿でそのことに気づいたんですよ。 だから、シュナイダーさんのお父さんのプレーを動画で見返して、パスを出すときの参考にしたんですよ。そういうのに気づけて、しかも活かせるんですよね、俺って。その観察眼は、見習わないとな。そういえば、お父さん、どうしてるんですか？確か、前にハンブルクで監督代行でしたっけ？やってましたよね。 Der möchte nicht drüber reden. Ore, nanka mazui koto iimashita? Chotto na. Ma, iya. Sore ja, kouhan wa ganbatte kudasai. Nanda, koutai suru no ka? Shunaida ga zenhan dake ttenno wa shiai mae kara kiite ta kedo. Kore demo ore, mada ashi ga naori kitte nai nsu yo. Mou kachi wa kimatta youna mono da shi, pure matchi de muri suru hitsuyou mo arimasen yo. Kantoku mo 後半の出場はお前に任せるって言ってくれたんで、お言葉に甘えようかなって。じゃあ、あとは頼みますよ、先輩たち。調子のいいやつだぜ、まったくよ。いや、です、アンギブルデッド。強い。強すぎる。あのシュナイダーってやつのシュート。
あれは一体何なんですか。ハイネってミッドフィルダーもすごいテクニシャンだ。あのドリブル、パスのセンス、それと戦術がまるで見過ぎを見てるみたいだったぜ。他にもマーガス、カルツ、シェスタ、あいつらのせいで俺たちは何もできなかった。おい、ドイツベンチを見るたい。ドイツは主力の二人を下げるっていうのか。なめやがって。くそ。翼、負けるな。みんな、こんなチームに負けるなよ。勝とうぜみんな。翼くん、くそ、あんな遠くからのシュートで手首を痛めるなんて。若島津、後半は交代だ。手首をドクターに見てもらうんだ。そんな、どうして。私も現役時代はゴールキーパーだった。だから君の手首の状態もわかる。今ならまだそれほどひどくはないはずだ。ならば治療を受けてまた後半は試合に出ます。試合はまだこれからなんだ。後半こそシュナイダーのシュートを止めてみせる。シュナイダー kann ja schlecht noch Tore schießen. Er ist jetzt raus. だが、わかします。無理をするな。後半は俺たちに任せろ。キャプテン。わかりました。森崎、準備を。はい。森崎、大丈夫。相手がどんなに強くても俺は逃げたりなんかしない。Das ist ein rechter Fehler. ボールにシュートに向かっていくさ。うん。さあ、後半が始まりました。前半で4点をリードしたドイツはシュナイダー君とハイネ君をベンチに下げてきた。これは余裕の表れなのか。そして前半はいいようにやられてしまった日本。早く1点を取ってなんとかいいペースを持ってきたい。あ、ドイツ、シェスター君のシュートが日本ゴールに突き刺さった。後半開始から10分、ドイツはマーガス君とシェスター君のコンビで早くも2点を追加。これでドイツのリードは6点となってしまった。くそ、俺の力が足りないばっかりに。もうダメだ。ビッター。こんな試合意味ないよ。ちくしょう、あんなに頑張ってきたのに。もう負けだ。翼、お前と成功に尽きるまで戦い抜いたあの全国大会、そのメンバーを中心に作り上げたこの全日本ジュニアユース、しかしその実力はこんなもんだ。本場のサッカー相手にはまるっきり通用しねえ。こうして俺たちは世界の前に惨めにひれ伏すんだ。一死を報いることもできずに。監督、俺を使ってください。このままでは俺たちのチームはダメになってしまいます。僕からもお願いします。せめて一死報いなくては選手みんなの心が持ちません。君たちの言う通りかもしれん。しかし翼、無理だけはしないようにするんだ。はい。監督、翼くんが中盤に入るならば松山をディフェンダーに回してみてください。松山を。彼の強い闘志と諦めない粘り強さ、指揮能力は逆境の時の守備陣を率いるのに適していると思います。なるほど、思い切った手だが、確かに彼のプレーはディフェンダー向きでもある。試してみよう。ありがとうございます。
それと、お、君もここから試合に出てもらう。いきなりこんなシチュエーションで大変だと思うが、代表の選手として自分に必要なものを感じてきてほしい。Na bitte, es wird. 試合の流れを変えるぞ。 Jetzt wird's endlich mal interessant. もちろん、そうしなければ叶う相手じゃない。さあ、力の限り行くぞ。Die Frage, die ich mir stelle jetzt aber, was müssen wir denn jetzt erreichen? Nippon, 選手交代です。沢田君に代わって、これはなんと、怪我で出場を見合わせていた翼君がここでピッチに出ます。そしてもう一人、ニューヒーローリーグでの活躍で代表に抜擢された期待の1年生もついに試合に出場です。みんな元気を出すんだ。翼、確かにドイツは強い。でもやられっぱなしでは絶対に終わらない。1点でも2点でも返して俺たちの意地を見せるぞ。そうだ、点差は関係ない。最後の最後まで全力で食らいついていこうぜ。松山君、監督からの指示があるんだ。俺がディフェンダーに？ああ、わかった。任せろ。Guter Mann auf jeden Fall。ヒューガ君。翼。俺たちが死力を尽くして戦ったサッカーはこんなものじゃないはずだ。絶対に見返してやろう。日本のエースストライカーはヒューガ君、君なんだ。だから頼んだよ。翼、お前ってやつは。そうだ、俺はこのチームのストライカー。このままじゃ終われねえんだ。ついに代表デビューだな。この時が来るのを楽しみにしてたぜ。残り時間は少ないが、選ばれなかった奴らのためにもこれ以上やられるわけにはいかない。最後まで全力で飛ばすぞ。いいな。日本の10番翼大空、確か若林がいつも自分のことのように自慢していた選手がそんな名前だったな。へえ。でも言われてみればなんか雰囲気のある選手ですね。さあ、さあ、行くぞ。Wow. Jetzt haben wir hier natürlich ganz andere Gruppen. Und auch mehrere. Diesmal. Joa, wen nehmen wir denn? Ist jetzt hier die Frage. Also entweder das erste mit Heine oder mit Matsuyama. Na, nehmen wir hier mit Chester noch dazu. Da sind jede Menge 10er Positionen mit drin. Das passt perfekt zu uns, deswegen einfach mal spekulieren. So. So, Bedingung für Erhöhung der Teamstärke, Team C-Rang Plus. Und B für großen Erfolg. Was ist jetzt hier mit? Welche Position spielen wir?
Okay, wir sind auch Mittelfeld, allerdings auf einer etwas anderen Position. Ja, das passt schon so. Wir können da eh nichts dran ändern. Okay, wir werden auf jeden Fall was packen. Wie gesagt, fragt sich nur, was wir jetzt erreichen müssen. Also, wenn das Spiel jetzt verlangt, dass wir mindestens unentschieden rausholen, dann ist es ein bisschen übertrieben. Mal schauen. Deutscher Stürmer und alter Freund von Schneider wird wegen seines eleganten Spiels Künstler genannt. Der Hermann Gautz. Der Gautz. Der mit dem Zahnstocher im Mund. Und los geht's. Endlich können wir hier wieder spielen. So. So, ein Tor werden wir mindestens machen. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Ach Mann, ich kann diese Schüsse nie aufladen. Gerade dann, wenn ich es benötigen würde. Boah, das war nicht. Das war kein Schuss, das sollte eigentlich ein Pass werden. Komm, ein Tor werden wir doch mindestens erreichen. Das wäre ja sonst ein schlechter Witz. So. Hey, komm! Also die Pässe, und ich dachte, wir sind japanische Auswahl und dadurch ist alles besser. Mann, wieso schieße ich nicht vorher, ich Idiot? Och, Mensch. So, komm, ein Tor. Die war auch immer mit ihren blöden Grätschen, wirklich. Meine Güte! Es klappt einfach nicht. Er kommt kaum dran vorbei. Das Spiel ist gleich zu Ende. Oh. Ich kann nicht mal die Schüsse aufladen. Mein Gott, ist das belastend, ey. Na komm. Ah, weiter. Mehr geht nicht. Schade. Ja, das deprimiert mich jetzt ein bisschen. Ein Tor hätte ich zumindest gern geschossen. Och Mann. Adlerschuss, Techniker, Ausrüstung wechseln, Passmeister. Ah, frustet mich das gerade ein bisschen. Ah, da war Deutschland einfach zu stark. Klassenunterschied auf jeden Fall. Karl-Heinz Schneider. Cornelius Heine. 同じミッドフィルダーとして驚きだった。世界一になるには彼らに勝たなければならないのか。今日の試合、前半はなすすべがなかったけど、後半翼くんが入り、松山がディフェンダーに回ると、
それなりに試合の形ができた。やはりこの形が日本にとってはベストだ。だけど翼くんにアクシデントがあればチームが一気に崩壊してしまう問題点は解消できていない。今後を考えれば翼くんをフォローできる選手が絶対に必要だ。こんな時に僕が、いや、ハーフしか出られない僕では根本的な解決にはならない。とにかく何か方法を考えないと。 Vielleicht kommt da Misaki ins Spiel. Oder er betont uns damit. あれがヨーロッパナンバーワンのストライカーのシュートか。キャプテン、沸かします。手首はどうだった？骨にも靭帯にも異常はありませんでした。少し腫れていますが、それが引けば問題ないと。そうか。よかったな。なあ、沸かします。一つ質問がある。はっきり答えてくれ。はい。俺のタイガーショットとシュナイダーのシュート、どっちが上だ？ハイネ、日本の10番、どう見えた？思ったより上手いですね。うちのチームでもそこそこやれるんじゃないですか。まあそこそこですけどね。確かに技術は高い。ファイティングスピリッツも素晴らしい。若林が認めるだけのことはある。だが彼の力は本当にそういったものだけだろうか。もう一度確認しておくか。ああ、そうだ、シュナイダーさん、もう一人途中から入ってきた選手いたじゃないですか。あの23番か。ええ、目立つプレーはなかったですけど、なんとなく気になるんですよね。ふん。Heine fiel etwas auf. Arega Karl Kisugi, oder? Nee. Ach, Diaz, der sieht ein bisschen ähnlich aus. Juan Diaz. Deutsch war. Ma, mir weg Play aus Riazwa, Nanninka Itakana. Demo Oretachi Hodosan Isa. Tonaruto, Yapari Oretachi no Rival war. Brasil, Darona.何せ噂のあいつがいるって話だし。まあそれでも優勝は俺たちアルゼンチンさ。あのそんな高いところに登って落ちたら危ないですよ。大丈夫だって。あよっとあれ、お前も今度の大会に出る選手？はい。じゃ試合で会ったときは楽しもうぜ。じゃな。いいな、僕にもあんなことができたらな。Senegal. Auch lustig. Die sind auch dabei.Franz Schester.Ein paar Stunden nach dem Testspiel zwischen Deutschland und Japan. Alle demotiviert. Ito schüttelt schon mit dem Kopf. Minna, これから Deutsch と Italia のプレマッチが始まる。特に Italia は我々が大会の初戦で当たる相手だ。よく見ておくように。はい。Minna.Alle sind niedergeschlagen. Deutz war Schneider und Heine が出ていないみたいだ。まだプレマッチだからな。コンディション調整中なんだろ、きっと。じゃあ俺たち万全の状態じゃない相手にボコボコにされたのかよ。おい、試合が始まるぞ。
Es wurde ja gesagt, dass Italien den besten Torwart Europas hat. Dann hält er ja im Grunde fast jeden Ball fest. Oder jeden Ball fest. Gino Hernandez. すごい。あいつらのシュートをあんなにあっさり止めるなんて。片桐さん、あのイタリアのキーパーはジノ・ヘルナンデス。次の代のイタリアの代表キーパーは彼だとまで言われている実力者。相手の守りが甘くなったぞ。今がチャンスだ。それ。 やっと俺の出番かよ。あのイタリアの10番はレオナルド・ルチアン、イタリア南部のチームのフォワードだ。わしが止める。俺の邪魔をするな。 何？わしをかわしただと？いくらでも来いよ。雑魚はいくら群れても雑魚だってことを教えてやる。<笑>なんだあいつ。うちのディフェンダーがまるで止まってるみたいじゃないか。仕上げだ。食らいやがれ。 Super Schuss. Nice Shoot, Luciano. この程度で優勝候補とか笑わせんな。あ、あいつドイツ相手にたった一人でカウンターを完成させやがった。なあ見すぎ。あのシュート、俺たちが小学生の時にお前が打ったやつと同じじゃないか。同じじゃない。彼のシュートの方がずっと高度だ。打ち下ろしのボレーであれだけ鋭い回転をかけるなんて、一体どんな体と技術をしているんだ。グラウンド内外の速攻やチームメイトとの協調性に問題があるということで、今まで代表入りを見送られていた選手だが、見ての通り実力はイタリアの選手の中でも飛び抜けている。問題点に目をつむって彼を加入させたということは、イタリアも本気で優勝を狙いに来ているんだ。Hm. Aber sowas gab's natürlich auch immer. Die Einzelgänger in jeder Mannschaft. こっちも全力じゃねえしな。大会でやり返しゃいいって。ジノ・ヘルナンデス。レオナルド・ルチアーノ。この借りは本大会で必ず返すぞ。2対0か。上出来だったぞみんな。おい、今この調子ならチームの状態もまだまだ上げられそうだ。ち、何がチームの状態だ、バカバカしい。ところでルチアーノ、どうして途中から手を抜いたんだ。今日のドイツならもう何点か取れただろう。勝ってるんだから何点で止めようが俺の勝手だろう。大体プレマッチで活躍したところでビッグクラブからのオファーが来るわけじゃねえしよ。ganz komische Einstellung。 そうだろう。俺たちがあんなに苦戦したドイツ相手に。イタリアってこんなに強いのかよ。これじゃ今の僕たちにとても勝ち目なんて。アメリカにもドイツにも完敗だったな。まだ俺たちには世界は早かったんだよ。だよな。体も技術も違うのに勝てるわけねえんだ。本場のサッカーにはやっぱりかなわないのかな。そうそう、恥をかく前によ、こんな大会辞退して日本に帰った方がいいんじゃねえのか。そうだ。
てめえなんてこと。そうださん、それは言い過ぎです。取り消してください。何言ってやがる。本当のことを言ったまでじゃねえか。Was nehmen wir da? そうだぜ。お前の言う通りだ。大体そうだ。お前がやられっぱなしで逃げようなんてらしくねえんじゃねえのか。俺が逃げるだと？お前らいい加減にしろ。松山。そうだ。お前いつからそんな臆病になった。俺が臆病だと？恥をかきたくないから帰るなんて、ただ逃げるのとどう違うって言うんだ。松山、他のみんなもだ。たった2回負けただけでそんなに弱気になるんじゃねえよ。この2試合で俺たちは世界のサッカーの実力を知ったんだ。ならばあとはまた一から努力し直すしかねえじゃねえか。そうだ、松山君の言う通りだよ。みんなが努力してその力を合わせれば俺たちはもっと強くなれるよ。まだまだこれからじゃないか。松山、翼、相変わらず翼は明るいな。え、ほんとほんと、いいよな、楽天家は。あの、ヒューガさん。ああ、なんだ。この箱、さっき宿舎の人から渡されたんですが、キラ監督からヒューガさんへの届け物です。キラ監督から俺に？これは2戦2敗、ここまではほぼ想定通りだ。あとは彼ら次第だな。三上さん、何かね。本当にこれで良かったのでしょうか。アメリカ戦もドイツ戦も選手にもっと具体的なデータを与え、しっかり戦った方が良かったのではありませんか。確かにそうすればもっとマシな戦い方はできただろう。しかしそれでは選手たちの受ける衝撃が弱まってしまう。彼らには世界の壁の高さ、厚さを骨の髄まで思い知ってもらわねばならなかったんだ。自分たちの自信が完全に崩れ落ちて、それでも壁を乗り越えようと立ち上がる強さ、それを持てないようでは今後世界とは戦えない。それは分かっています。しかしそれにしてもアメリカとドイツの強さは我々の想定を大きく上回っていました。選手たちも我々が考えていたよりずっと激しく落ち込んでいます。このままではチームがバラバラになりかねません。その時はそれまでのチームだったと諦めるだけだ。三上さん、大丈夫だよ。片桐君、彼らを信じてあげたまえ。君が誰よりも長く彼らを見てきたんじゃないか。はい、ちょっと失礼します。はい、もしもし。よ、遅くに悪いな。ちょっと練習に付き合ってくれ。やっぱり世界のスピードについてくにはこれくらいの速さでドリブルしないとな。特に今日みたいに押し込まれる展開が増えれば、そこから押し返すためにすぐに動き出せる瞬発力も必要だしな。あとは意表をつけるロングシュートの威力か。なあ、お前はこの2試合を見てさ、
俺たちと世界との差、どう思った？そうか、ぜーへふてし。自信があるんだな。俺は正直に言うとさ、俺が思ってたよりも世界の実力はずっとずっと上だった。スピードもテクニックもフィジカルも今の俺たちじゃ歯が立たない。チームのみんなも自信をなくしてしまってる。けれどだからって負けっぱなしでは終われないんだ。代表に選ばれなかった選手はもちろん、全国のサッカー選手の期待も俺たちは背負ってるんだからな。世界に追いつくためにも、自信を失っているチームのみんなを引っ張るためにも、才能のない俺にできることはやっぱり練習しかないんだ。ん？誰だ？誰かと思ったら君たちだったのか。こんな夜遅くに練習とは熱心じゃねえか。お前たちもそうなんじゃないのか。僕もニューヒーローリーグの疲れがだいぶ抜けてきたからね。大会本番に向けて練習強度を上げるために少し体を動かしておかないとと思ったんだ。それにチームのフォーメーションも考えなきゃいけない。プレマッチはまだもう一試合あるんだから。そうか、見過ぎはコーチ兼任だもんな。さすがだぜ。いや、そんな。ヒューガ、お前が持ってるその黒いボールは？ああ、ブラックボールって言ってな、俺の小学生の時の恩師が送ってくれたものさ。普通のサッカーボールの3倍の重さがある。俺はこれで今よりも強靭な足腰を作り上げて新しいタイガーショットを生み出すつもりだ。そうか、つまり俺たち同じことを考えているんだな。ああ、そうらしいな。いや、僕たちだけじゃなさそうだ。え？ほら、もう一人来たよ。やっぱり世界は広い。アメリカに来てまだ数日なのに、ドイツのシュナイダーをはじめすごい選手をたくさん見た。世界一の選手になるために、そして大きな夢を叶えるために、俺ももっと上手くならなきゃいけない。そして彼らに勝つ。翼！みんな、こんな時間にどうして？それはきっと翼くんと同じ理由さ。え？ああ、そういうことだ。俺たちの思いはただ一つだろ。うん、俺たちが目指すもの、それは。全日本ジュニアユースの勝利。俺たちならきっとやれるさ。もちろん。僕もその輪に入ってもいいかな。ミサキ、君はまさか。だ、久しぶり、翼くん、みんな。やっぱりミサキくんだ。ミサキ、ミサキじゃないか。会いたかった、会いたかったよ、ミサキくん。翼くん、なかなか連絡できなくてごめん。いいんだよそんなこと、またこうして会えたんだから。ミサキ、いつアメリカに？ついさっき。それで空港まで片桐さんに迎えに来てもらったんだ。それにしても小学生の時からみんな変わってないね。やっぱりボールは友達だ。でも美咲くんもそうなんだろ。
まあね。なあ、お前がここに来たってことは。うん、僕も日本代表に入るって決めたよ。本当に？いろいろ悩んだけど、やっぱりみんなとサッカーがしたくて。足を引っ張ってしまうかもしれないけど、よろしく、みんな。大丈夫、美咲くんなら絶対に大丈夫だよ。また一緒にコンビを組んで頑張ろう。うん、ありがとう翼くん。ところで君は？ああ、こいつはフラノ中の後輩でさ。おい、自己紹介しろよ。丁寧にありがとう。僕は美咲太郎、よろしくね。よし、じゃあそれぞれ練習するか。ああ、美咲くんも少し蹴っていこうよ。もちろんそうしたいけど、これから正式にチームに合流するために日本サッカー協会といろいろ手続きをしなきゃいけないんだ。だからごめん。そっか。でも手続きが終われば明日の練習からは合流できるんだ。だから明日ね。うん、じゃあまた明日だね。楽しみにしてるよ。僕もさ。それじゃあまたね。翼くんと美咲くん、小学生の時に南葛 SC を優勝に導いた2人がついに揃った。2人があの頃のようなプレイをできれば、あるいは。美咲太郎です。今日から合流しました、よろしく。美咲、久しぶりだな。元気だったか？背は伸びてるけど、あんまり変わってないな。 Gut, ich denke, das reicht aber an dieser Stelle für diesen Part. Das Problem ist natürlich, die Sequenz war wieder eindeutig länger als ich erhofft habe, weil irgendwann hoffe ich natürlich, den Part immer rechtzeitig beenden zu können, weil ich hab's ungern, wenn ich hier mitten im Dialog das Ganze beenden muss. Aber bevor der Part noch viel, viel länger geht, würde ich an der Stelle halt einen Cut setzen. Und ich denke, das reicht wie gesagt an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier schauen, was denn unser neuer alter Mitspieler Taro Misaki mit uns zusammen erreichen kann. Wir sind auf jeden Fall froh, dass er dabei ist jetzt. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.